ホームチャンネル。はい、今僕はベトナムのダナンという町のバックパッカーホステルにいます。ここが僕の泊まってる宿です。ビーチまでは多分5分ぐらいでビーチに行けます。で、建物がこんな感じです。で、自転車がなんか無料で貸し出しできて、バイクは有料でこれも借りられるみたいです。で、フロントがこんな感じです。で、ここで靴を脱ぐ感じになりまして、で、なんか下駄箱をここに入れます。こんな感じで下駄箱を入れる感じになります。で、朝食がなんか上の会場になってます。ここを上を上がっていきますと、ここが朝食会場です。今なんか音楽が流れてるので、ちょっと音声が切れちゃうかもしれないですけども、無音になっちゃうかもしれないですけども、一応取っておきます。ここで朝食を取ります。で、僕のジーパンがここに干してあります。で、ここを降りていくとフロントです。で、ここにマップがこうあって、で、ここで飲み物も買います。ビールとかジュースとかも買います。で、ここがフロントです。はい、サイクリン、いや、で、ここでちょっと休めます。で、ギターを弾くこともできて、水も飲めて、で、ここが洗面所です。なんかこの手書きの、こっちが男用で、一応こっちが女用になってますけども、全く構わずになんか使ってます。なんか他の人は、僕は一応言われた通りに男の方を使ってますけど、全く一緒です。シャワーがこんな感じである感じです。で、部屋がこういう感じです。ファンがあって、一応夜エアコンがつくこともできます。で、僕の濡れたやつがここに干してあって、で、エアコンはダイキンです。で、外からの眺めはこんな感じです。あ、外の眺めはこんな感じです。なんか大阪ホテルっていうのもあります。まだこれ空き地なんですよね。結構一等地なんですけど、まだ空き地です。で、部屋はベッド、2段ベッドが3台です。で、6人部屋です。で、鍵はこれ貸し出しです。持ってこなくても大丈夫です。使えます、ロッカーが。で、僕のベッドがここです。一応これカーテンがこう閉まるので、最低限のプライバシーがこう守れてですね、非常に居心地がいいです。で、 Wi-Fi もよくつながります。で、コンセントもですね、
一応各ベッドこんな感じで2個、上も上は多く3個とかこうあるとこもあります。各ベッドはあんな感じであります。ここはすごいですね、マルチタップで多く取れます。はい、こんな感じがですね、あのダナンの、あの僕が泊まってるホテルです。1泊600円ぐらいでかなりお買い得、お得感がありますので、あのぜひ、今が結構ダナンは一番いい感じかもしれないです。っていうのはこれから値段が上がるかもしれないので、今来ちゃうのがいいと思います。以上、ダナンの僕が泊まったホステルからでした。